毎週木曜日ちぐすまキッチンのコーナーです。今日の講師はアンコーラオーナーシェフの大久保健二さんです。よろしくお願いします。改めまして、はい、今日はどんなお料理でしょうか。はい、今日は初夏の野菜を使ったサラダを作ります。まあカラフルですね、はい、お野菜たっぷり取れそうですね、はい、では早速材料をご紹介しましょう。材料2人分です。ズッキーニ1本、ナス1本、インゲン6本、パプリカ1個、キュウリ1本、トウモロコシ1本、トマト2個、ニンニク1かけら、オリーブオイル 100cc、 白ワインビネガーが 20cc、 バジル大が4-5枚、塩コショウは適量となっています。それではチグスマキッチンスタートです。はい、まずは何からしましょう。はい、最初で野菜から切っていきます。はい、はい、今日はもう色とりどりの野菜を、はい、そうですね、夏野菜は本当色の綺麗な野菜が多いので、やはりこの時期は旬ですから、はい、野菜もより美味しくなってるんですかね。はい、そうですね、甘みもすごく強くなってますので、まずはズッキーニから、はい、ズッキーニから切りますね。はい、こんな感じで大きめにざっく切りでいいんで、ざっく切りですね。はい、そうですね、もう粗くていいので切っていただいて、でちょっと大きめのボウルを用意していただいて、はい、その中に入れていってください。もうどんどん今日は切った材料をボウルに入れていくと、ね、はい、入れていく感じですね。続いてはパプリカです。はい、パプリカですね。パプリカもやっぱり入ると彩りが一気に華やかになりますよね。はい、やっぱりヨーロッパの野菜ですので、はい、これもやはり同じように一口大のざく切りでございます。パプリカは栄養は何があるんでしたっけ。これビタミンが多いですね。はい、今もこのパプリカのいい香りがね、香りがやっぱり、はい、そうですね、今の時期の野菜っていうのは。続いてはキュウリです。ありますから、はい、きゅうりは乱切り、乱切りですね。あんなに厚いんだですね。はい、結構大きめの乱切りです。大きめの乱切りで大丈夫です。はい、なんかこう、はい、きゅうりってあまりこう、はい、なんでしょう、栄養がないイメージがありますが、はい、実はミネラル分が豊富ですよ ね、 すね、はい、今の時期ぴったりかもしれません、はいね、さあ続いては、はい、人間ですね、はい、今時期ですんで、こんな感じでもう生のまま使ってしまいますね。はい、これはもう、はい、お子さんにもお手伝いしてもらえそうな、そうですね、本当にざく切りですね。はい、本当にざく切りです。はい、続いてはナスです。はい、ナスはもうナスも乱切りで、乱切りですね。ナスは抗酸化作用がありますね。はい、ナスニンっていうね、はい、このチグスマキッチンでもいろいろと栄養についてもね勉強してきましたが、はい、大して覚えてないんですけどね。はい、さあ続いて今旬のトウモロコシですね。トウモロコシ、はい、これも身がプリッとしてますよ。そうですね、生のままこんな感じで、そうやって切ればいいんだ。そうですね、こうやって切ってしまえば身だけきれいに取れますんで、こんな感じで。今日のメニューは、はい、先生でやっぱりお店でも出されるんですか。はい、そうですね、これを付け合わせとかに お出ししたりしてますね。はい、これもカットしてもそのまま、もうこのまま生のまんま、はい、ついてるものはもうそのまま生かすんですね、形を。はい、さあそして最後これはトマトですね。はい、そうですね、はい、でトマトの方は、はい、一応焼き上げたお野菜のドレッシングに使いますんで、ほう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 、トマトがメインのドレッシングになっていくんですね。はい、こんな感じで蓋を取ってもらって、はい、うんうんうん、いい色してますね。はい、あ、まずは横に、そうですね、こんな感じで、でもやっぱり一口大ざく、はい、切りでございま す、はい、すね、これは先ほどのボウルには一緒にしないんですね。しないですね、別のボウルに用意、はい、用意していただいたボウルにこんな感じで、はい、とりあえず入れといていただきます。はい、はい、でさあ切り物はもうこれでおしまいです。はい、あっという間に準備が整いました。はい、では続いてはでこのお野菜に、はい、一応下味をつけてしまいますね。はい、お塩ですね。はい、塩が適量です。はい、そして胡椒も胡椒ですね、適量と。はい、下味をまずこの野菜に直接かけるんですね。そうですね、はい、はい、そしてオリーブオイルですね。はい、今日材料はオリーブオイル 100cc と表示していましたが、はい、その半分をまずはこのように、そうですね、この中で、はい、はい、でこんな感じでオリーブオイルでお野菜をあえてください。全体にこう、なじませる程度で大丈夫ですので、はいはい、これで準備は完了です。はい、でこれを今からオーブンで焼いてしまいます。なるほど、はい、こんな感じで鉄板にもう全部
わあ、もう大胆にざっと。そうですね、もうざっと入れていただいて。これ例えば、はい、オーブンないという方はグリルとか。そうですね、オーブントースターでもいいです。オーブントースターでもいいですか。はい、大丈夫ですね。その方がちょっと手軽ですね。はい、はい、こんな感じで、はい、でオーブンで、はい、今日は250度で10分、うん、10分でいいんですか。はい、そうですね、はい、まあ、オーブンによって若干違いますので、まあ、10分から15分ぐらい焼いてください。うん、ちょっと様子を見ながらですね。はい、さあでは、その焼いてる間にドレッシングを作ってしまいますね。先ほどカットしました、はい、トマト、ね、はい、こちらにトマトの中にオリーブオイルですね。残りの 50cc のオリーブオイルとワインビネガーですね。ワインビネガー、シェフの料理はよく白ワインビネガー使われますよね。で、はい、でニンニクですね、うん、ニンニクをもう半分にこうパッと切ったものを入れてください、もうそんな感じでいいですか。もうそれだけです。香りを移すだけなので。はい、でバジリコですね、今、うんうん、もう旬になってきてるので、はい、こんな感じでバジルの葉っぱを、はい、手でちぎって。わあ、手軽です。そうですね、こうするとやっぱり香りもすごく立ちますんで、で塩とお塩ですね、はい、再び塩こしょう、はい、もうバジルのいい香りが、爽やかな香りが立ってますけれども、ね、はい、これ白ワインビネガーはやっぱりその変わりはないですか、はい、ないという方は何か。そうですね、やっぱりワインビネガーの方が香りがいいので、うん、はい、でこんな感じで全体を混ぜていただいて、はい、あの野菜が焼き終わるまで常温でこのまま放置しておいてください、うん。これ放置することでどうなるんですか。あの水分が出て、はい、その塩と合わさって旨味が、うん、はい、出てきますので、トマトの酸味とかトマトの旨味も一緒にこう染み出すような感じなんですか。はい、はい、ではこの状態でこちらは10分待ちと、はい、さあそして今日はちょっと時間かかりませんので、はい、はい、これがそのマリネした状態ですね、ま、はい、10分経ったも の、さほどね見た目では分かりませんが、ね、ちょっとしなとなってますね、はい、そしてお野菜もとりあえずもう焼き上がった、はい、こんな感じで焼き上がりになります。そんなに焦げ目がつくというほどではないんです ね、全体にもう熱を入れて、火を入れるという感じですね、うん、お、はい、食感も残しながらと。そうですね、これを焼き上がったものを、はい、あったかいままでいいので、この中に全部入れてください。ざっと、はい、全てがもう手軽にできますね、はい、こんな感じで、はい、でもうあとは和えるだけです、これ本当にもう切って混ぜるだけ、そうです、切って焼いて混ぜるだ けですね、はい、でもこれ一品あったらやっぱり食卓華やかになりますよね。そうですね、で、あの冷やしても美味しいので、そうですか、はい、冷蔵庫で冷やしていただいてもいいですし、はい、冷やす場合っていうのは、はい、もうこのまま、そうですね、このまま冷蔵庫の中に入れていただければ、はあはあ、ドレッシングかけた状態でも冷やしていいと、ね、はい、ですね、では最後盛り付けていきましょう、はい、お願いします。これは本当に彩りが鮮やかで、そうですね、もう今の時期ならではの野菜たちですので、うん、もうあのおもてなし料理としてもとっても簡単ですけど、はいはい、華やかでぴったりですね。はい、はい、こんな感じで。美味しそう。はい、はい、トマトと白ワインビネガーのこのドレッシングはどう仕上がっているのか非常に楽しみです、はい、初夏の野菜サラダ完成です。この後みんなで試食します。